cutting instead of drawing. This is the way Satomi Matsui makes her art. These color drawings are exhibited at Gallery La. As part of the Ginza Candlelight Festival, Satomi shows us how she does it. During this performance at the gallery, she collaborates with a photographer, so all can see her very fine and detailed way of working.切り絵を作るきっかけっていうのは高校生の時の交通事故がきっかけで、ちょっとうつ病になってしまい何もすることがないって、ちょっと死にたいなとかっていう、そういう辛い気持ちの時に何かやっていないと確実に自分はダメになってしまうと思ったので始めたのが切り絵でした。やっぱり女性っていうのはどこの国の方でも綺麗で優しい柔らかい命の源みたいな感覚を私は持っているので、やっぱり女性を切りたいなっていう気持ちはすごく強いです。今日はキャンドルナイトというイベントがあったので、普段だと額にしまってしまうんですけれど、透明の板に挟んで、でそれでろうそくの光を当てて後ろに出る影をちょっと揺らぐような感じで立体感を出してさせていただきました。紙なのでもちろん薄いので立体感っていうのは難しいとは思うんですけど、ろうそくの光で暖かく照らし出して、そこの影の中にも命があるようになったらいいなって思っています。 That's it for a view into Satomi's work. Hope you enjoyed it. さよなら。